そうそうそう、無理、嘘です、イケメンすぎますね、イケメン。タコタコ先生さん、バラありがとう、さゆきちゃんナンバーついてるニューセンスラボードみたいな、私も楽しみ、ありがとう、さとぽんさん待っててありがとう、お腹すいてしにそう、え、マジでお腹すかへんねんけど、どうしよう、みんな聞いて、私さ、最近さ、はい、チョコパイ発売されてから毎日食べてるんやけど、やばいよ、12時半とかに食べてるから、やばい、え、違う、でもさ、ま、1個やん、私、え、閉めて閉めて、私さ、1日に2個食べちゃうんですよ、チョコパイを、だから黒とキャラメルで、今日は公演、リハ前にあのキャラメルのパンを食べたんですけど、T シャツありがとう、来て来て、見つける、いつ食べちゃう、ミーブさん、発売日から毎日、そう、プキと久しぶりやねん、公演、ほのちゃん、え、ツイッターに書いてんでてね、今日、え、見たよ、見た、うん、今日、公演、昼夜公演で、お金ちゃん持ってくる、ありがとう、昼入るよ、ありがとう、ソボリマさん、ザンさん、バラありがとう、あ、にしちゃうよ、入れてよ、いいよ、いいよ、詰めろ、詰めろ、詰めて、はい、え、ちょっともう、あのちょっと厳しい、机こっち寄せるで、厳しいこともある、あこれ、くっついてんのか、大げさ、ずごめん、ごめん、うわぁ、詰めろ、詰めろ、詰めろ、バスが来たぞ、やめて、それ、俺らだけが好きなネタ、さすが、俺らだけじゃない、俺とセンナだけが好き、なんでやねん、喜ぶやん、そのネタしたら、あ、いたでも、うるさい、全部言う、全部言う、うるさい、ほのぴのさ、それめっちゃ好き、バツが来たぞ、あ、好きな人と絶対やるよね、絶対やる、めっちゃ好き、ライブの時絶対やる、ライブの時だいたいライブの時でっかい車で乗るんだ、ライブの時、ほんでさ、だいたい9期生の乗るバスが最後に来んねんな、9期生が乗るバスがだいたい最後に来て、うん、でそれで、え、絶対やんのが、え、俺らこれ歩き、もしかしてこれ歩きで行くやつどこ乗る、どこ乗る、どこ捕まる、後輩やからや、ないかもしれない上乗るタイがなんかのバスみたいに言ってたからタイやめて、こういうあの野のさ、とこにさ、こういういっぱい人多すぎて、人いっぱいやから、昨日さ、初めて満員電車に乗った、ほんとにやばくて、初めて、うん、そんな大阪おったら日曜さ、帰るのさ、遅くなってさ、昨日、うん、どうもー、それであの、めっちゃ混んでたの、もうパンパンやってさ、こんなん、初めてこんなん乗った、え、普通に歩くない、ないのよ、私、そう、ちゃんとそういうラッシュに会ったことがなくて、マジで避けてるかも、ちょっと避けてきてるわ、朝とかやったらすごいで、まあ、学校行くときすごかったもん、朝からいいです、ええ、はい、すみません、飲みにしてたら、おいしいさんです、ありがとう、まあ、最後の方の電車に帰ったわけ、夜遅くに、ハートありがとう、最悪酔ってる人が多いから、あ、お酒の匂いとか怖くて、もうナンバーが初めてなのか、久々に怖いな、ナンバーね、でもそんなんさ、変わったりもする、その時間に帰るじゃないっていう話じゃん、もうびっくりしちゃった、常やね、え、でもさ、その人はさ、終電で帰ってるだけ偉くない、普通な、でもさ、あのさ、溜まってないだけ偉いよ、この間終電なのにさ、改札入ってく人いてさ、もうないの、電車、え、電車内に入って、多分酔っ払って入ってって、酔っ払ってするんだろうと思って、ホームで寝んのかな、確かにさ、ホームの方が最低、あんま言うなよ、ホームの方が安全じゃない、寝て渡れるとか、確かに、え、でもさ、寝返り打ったらホームや、あ、線路や、でも今さっき寝てる、ギフトが寝へん、普通寝転ぶってこと、そう、展示ブロックら辺で寝て、邪魔や、でもだいぶ寝返り打ったのは無理か、あれも、うん、3回ぐらいいかんと落ちへんやん、落ちたらあかんやん、落ちるために寝てないし、最近さ、ジャージで電車に乗ることやめてる、やめたほうがいいよ、ほんとダメよ、でもね、着替えのめんどくさくない、みんな共感して、ほんとにできないじゃん、共感ね、うん、おしゃれしたいよね、はい、でもさ、違うの、なんか練習におしゃれをしていくのがちょっとめんどくさくなっちゃう、うん、それやったら天ながなんか常に上を折るみたいな言い方的にウィンナーウィンナーねえねえ、これさ、ラーメン食べてる時もやってくんの、え、あのさ、この間みんなラーメン食べてた、あの時さ、隣だったの、ほのぴーが、うん、ずっとなんか言ってきてさ、なんか、うん、食を楽しませてって話だよね、静かに食べろってこと、ずっと喋っててさ、隣にいた子よりがさ、もう黙ってとか言ってうるさいとか言ってその後なんか一人でラーメン食べたよ、こうやって、ずっと当たり前やん、うん、ずっと喋ってる、いや、今日のいや、なんかさ、静かな空間でなんかしなあかんなって思ってるね、うん、マジ、おいしく食べんの、芸人さんやもん、うん、それ考え方が芸人さんやもん、なんかしなあかんと思って、いい子、いい向上心で、エプロン大喜利してな、うん、
マジで恥ずかしい、うん、なんかこう紙エプロンもらったのラーメン屋さん、うん、そしたら急にエプロンに「えこれでいいですか?」みたいな、何回もこの辺にかけて、こんな帽子かぶってんのここら辺にかけてネットで食べて「在庫!」っつって、これやってんのシーンとしてる店内で一人でやってる、ね、ま、あのお店でやったの、本当にやめてほしくない？しかもさ、まあまあさ、その広いわけちゃうやん、狭いやん、だからさ、しかもめっちゃ夜なわけよ、で、お客さんも私たち以外にいるからさ、もうやめてくれよ、目の前に最高っつった、なんて言われた、みんなもし知らんかったもん、そんなやってたもん、逆にやってた3回ぐらいやったもん、これほんまに懲りへんなぁ、リップ買った、昼夜夜夜です、よろしく、見た見た見、黙食できないのかい、できない、本当だよ、え、私さ、給食の時にさ、黙食って言われてずっと喋ってる人やって、めっちゃ悪い子役、悪ガキや、めっちゃ嫌いだわ、黙って食べてほしいわ、めっちゃ嫌いだわ、だってさ、楽しくなくない、黙ってご飯食べるとか、何のためにじゃあ家族でご飯食べてんの、思ってんの、みんな、うん、家族団らんで、うん、ってのはご飯めまあまあ静かに食べるタイプかもしれない、意外でも何もこう見えて、うん、美味しいものやったら、うん、え、ちょっとそれあかんで、そういうのは語弊あるから、違う違う、なんか、うん、1対1で食べに行くとかやったら静かに食べる、あの何、うん、でもなんか大人数で私のことをみんなが注目してるときはなんかしなあかんの、してないしてない、してあのごめん、ラーメン屋で1回もしてないから注目やめて1回も見てないほんとに、期待の目があったらやっぱしちゃう、うん、すごい自信にあふれてていいと思う、うん、でも骨ほんとおもろいな、ねえ見せんくてええって、シンプルにシンプルに汚い、やめちゃうねもうね、ほんまに汚かったな、ベシンプルに嫌、ベでおもろ、今のでお腹いっぱいになったね、うん、ごちそうさましようか早っマジでまだ全然食べてへんねんけど、小山さん、ほんでめっちゃ入ってるこれ、たけいさんもありがとう、やっほー、皆さんありがとうございます、どうも、全然コメント読めてない、ようちゃん、リンゴスターありがとう、これが好きだから、名前知ってるかもだけど名札つけていくね、ありがとう、ま、苦しかった、嬉しい、これっていうか、いやみんな、うん、いやみんなさ、みんなさ、ガチでお見送りの時名札つけてほしいよね、うん、いや俺、名札、これでもさ、衣装やからつけれへん、衣装やから穴開けたらあかんからつけれへん、どういうこと、どういうこと、お前じゃねえお前の衣装してねえ、さっきから休憩は平和やね、やって平和ですよ。え、皆さん身長測定のやつ、もうええー、もう出てきて、意味を履き違えてるような画角外で言うのやめて、それがなんかあかん感じとかじゃないから、いやいや、それも平和やね、それも含めて名札つけた方がいい、え、マジで名札つけた方がいいです、うん、だから意図はなきれへんから無理やって、それとか名乗ってほしいよな、確かに、まあ、名乗ってほしい、やばいけど上からやけど、じゃあなんかさ、あ、そう、スケブリ名前書いてある、そう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 、なんとかよりもさ、そう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 、てて掘らなあかんから、そう、持てへん、そんな持ったら怒られるもんで、はいはい、でもなんかさ、もう無視してくれた方がいいよ、もういないよ、もうやでもさ、とか言ってだってさ、そんなさ、誰も笑ってないのに続けられる精神がすごいと思う、逆に、さっきさ、メイクさんと話したんだけど、そんな思んないよ、ほのぴの泣いてる姿見たことないよねって話してた、え、てなんで、さんと、え、泣いたっけ、いつ、バックドロップない、え、乗ってギャン泣きしてた、ああ、あ、こいつ褒めた、もうそんな泣いた、え、もうやばいね、ほんまにやばかった、もうほんま初めて見た、普通にギャン泣き、ほんまに、あの、私入って泣いたことないけど、あの時だけ泣いた、バックドロップの時だけ、セレクションのさ、うん、あの最後にさ、ちょっと泣いてたやんか、あの何、みんな、な、何、抜かれてる時、あの、はいはいはい、しゃべる最後、うん、質問、ね、そうそう、必要とみたいな時にちょっと泣いてたやん、うん、もうそれと日ならんぐらい、もう3倍ぐらい泣いとったといういや、なんでだって死んだと思ったもん俺マジで、しかもな、はあのスタートして登り出して泣き始めて、早っ、ね、じゃあほのちゃん一緒に行こう、ほんまに俺もネバス切ったもん、大爆笑、ネバス切ったいいじゃん、爪、ゆきの買う、ネバス、どうしよう、え、買う、私誘うやん、誘ったやんか、うん、で結構行ってるよね、遊び行ってるよね、うん、最近なんかさ、みんなさ、みんなめっちゃなんか言ってくるんですけど、マジだからこれ、うん、冬の4回、そう、私といるな、4回行けばもっと取れる、今の年パスでも4回行くかな、高い方でも行くだろだって今から1年だよ、考えて、ホラーナイトもあるし、いい、買います、クリスマスもあるやん、だってまた誘うし、私11月また誘うから、クリスマスの女の子が一番可愛いよ、地元も行く、冬、私行った夏だから、ほうちゃん行こう、行かん、食べないぜ、一緒に行った方が楽しい、行かんやって、
年パスか、俺ら3人で向こうから誘ってきた勝手にホノピーってさ、なんかさ、年パスまたなんかさ、ユニバの写真載せたら絶対 ALT でさ、年パス切れたみたいな、また行きたいなって言ってるくせに誘ったらさ、ビカン本当だよ、なんなん買おう、年パスが買わん、なんでなん、ワンデーで行く、高いやん、ワンデーは、いかん、いかんの、もうじゃあもう満足した、じゃあ9期、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 9期みんなで行くって言ってもほのちゃんだけじゃん、絶対来ないで、いいの、絶対来ないで、なんでだ、みんなで行ってきな、お母さん行かないね、お母さんおった、意地張るね、マジでなんか少年だよね、ほのぴーって、誰がだよ、何のツッコミなんそれ、無視しよう、ジュースハートありがとう、え、だって言ったのツッコミちょっとそれがあの大体あのちょっとおじさんぐらいの先生がやってくる、そう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 、学校社会の先生とかそう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 、もうとか言って絶対やんねん、夏エグい、でも女の子には触れたらあかんからちょっと空中でやるみたいな、多少の気遣いみたいな、おもろ、ほんまに愛らしいような、愛くるしいか、おじちゃん先生ってな優しいしな、うん、大体そう、面白いしな、うん、わかるわ、もうちゃんともありがとう、ありがとう、お前じゃねえよ、お前じゃないわい、お前じゃないわい、こっちにやれ、もうさ、ほのちゃん何めっちゃ嫌がってる、じゃあ嫌がって、なんかさ、ほのぴの扱い方がわからん、私どう扱って、まだわからんの、うん、なんかさ、無視していいんかさ、なんかさ、ええよ、ええよ、無視していいよ、拾ってあげたらいいのかさ、何してほしいの、何もせんでいい、何もせんでも何かやってくるから、うん、なるほどね、うん、負の連鎖ってやつか、うん、そうそうそう、なるほど、何ちょっと待って、ごめんね、みんな乗っかっただけやし、冗談が通じないってことだよ乗っかっただけです、最近そういうの多いよ、うん、ストレッチするは愛情やで、確かにするは愛情だよ、ほのちゃん、んそれな、こんだけ滑ってもな、気にせえへん、ほのぴすごい、腰が痛いわナイス、おねえねえ、あ、やば、腰が見えない、そのぴーはする、そのぴーって誰そのぴーいいな、それにしようだなこれからそのぴーにするわ、つけっぱなしのテレビ、吸気性はいつ見ても微笑ましい、ありがとう、なりました、もう爪見せたってさっき爪見て何したいの、テンナの爪の形が綺麗だから私はずっと自慢してるんです、あ、そういうこと、なんかネイル映えそう、え、ね、そう、でも爪切っちゃったからさ、もうダメ、骨めっちゃある魚いちいち立たなくていいじゃん、うん、え、映るからよ、ちょっと飲み込んだね、スリッパ画角やめてほしい、ほのぴーのこれ使いな、ちょっとスリッパみたいな顔なる、いいよ、使いなよ、いいよ、私の、何それ、今日久しぶりに会えるよ、ほんまに楽しみにしとくわ、いいねこれ、最高、ありがとう、今日はあんまり歯で汗をかかなかった、え、わかるわ、だからさ、私状態切れるじゃん、うん、今日メイクしないのまだ、うん、俺らメイクしてよね、うん、したスピチル、ま、スピチルだよね、てんちゃん、私たちスピチルだよ、もうほんまにスピチル、やば、ブッス、最近気づいた、私てんなの爪オタクだわ、爪オタクやばいえ、かわいい、あんた手かわいい、爪伸びてるよ、いいね、もっと伸ばそう、うぅこっちに前、爪界隈、誰か手相を見てください私もお願い、手相を見てください、昼公演、初めて吸気性の公演行きます、やって、8年ぶりに NMB 劇場来ました、これが関西のリアクションです、私さ、ここのさ線めっちゃ短いね、ここさめっちゃ短いの、私これ生命線よ、早死に、あーもうよくない、ここまであるよ、なんか行き、いいな、いや私はここまである、どう、え、ある、え、薄すぎ、なんか死んでるもう生きてる今、え、ないよ薄すぎるって、薄線、薄すぎる、ギリギリで生きてるよ、めっちゃ大丈夫、ほんまに、ギリギリすぎ
何やってん。めっちゃおもろいわ。わが通じ合ってるわ。私今通じ合ってるよ。私ここまでしかないんです。アミ店にあるアミ？アミもいるよ今日は。新大阪大雨。身長遅くて9期のモノボキが一番尺あったんだよって。えほんまはもっとあったんやんな。私もさ、私も行きたかった。そっち行きたかった。なんで来なかったん。何があったの。あっちに あっちになっちゃったの。なんで言われたから。えほのちゃんやったら多分もっと面白くなってたな。でも分からん、滑っとう可能性もある。あ確かに。で滑って、もう全部画面も止まって終わる。真っ暗ってモザイクかかってたから全部固まって終わる。これ全カットやろ最初から全カット。身長測るとこすらないかもしれない。私一番トイレに近いところで嗅いだ。えそうなん。一番端、一番トイレ。一番トイレって何。一番トイレのとこ。一番端っこやろ。ほぼトイレの。そう漏れてる。私のとこほぼトイレ漏れてる。目が目でか宇宙人。だって今日は目がん見られてるから。いつもはこんな感じ。ありがとうございます皆さん。いつもはそんな私のモノボケを褒めてくれて。バチバチカメラメラ出てほしい。出たいです。めちゃくちゃカメラアップしてほしいな、した何でもやんで。正直昼公演はモバイル枠、夜公演はキャンマチ一桁で入る。楽しみにしてます。公演頑張って。ありがとう。テンタが2番目に背高いとは思わんかった。え、ね、頑張ります。嘘、ほんまに2番目やで。リオピの次に背高いの。アミのやつ見たらめっちゃできちゃいで。やばいで、アミ。でもミソラもやで。ちょっと男女編みをしたいと思います。ミソラも結構小さい。13位キラリンリームさん、ありがとう。ありがとうございます。12位ユウカちゃん、ありがとう。ありがとうございます。11位タモちゃん、ありがとう。ありがとうございます。画面ラップは NG でしてできる。え全然できる。えマジでだってさ、でも全然いける。公演とかで変顔してる人がさ、画面ラップ NG とかないやろ。ないやろ。7位お山さん、ありがとう。ありがとうございます。6位ザンさん、ありがとう。ありがとうございます。5位タコタコサイサイさん、ありがとう。ありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさん、ありがとう。ありがとうございます。何でもやるよ。3位さとぽんさん、ありがとう。みそらが2番目にちっちゃい。2位あじゅま一心さん、ありがとう。ありがとうございます。1位サバリーマンさん、ありがとう。ありがとうございます。眠たい。皆さん本当にありがとうございました。今日の昼夜公演は当日募集してるので、皆さんぜひ会いに来てくれると嬉しいです。ということで以上、終電戦記でした。バイバイ。こっち見んなよ。うん。見もなった。肘打った。ジンジンするやつ。バイバイ。またね。バイバイ。あ、次の配信で顔面ラップヨーロとかのですね、普通に。配信やる。昼子は見に来る。配信。リアルタイムでやりたいな。配信間に合ってよかった。公演のさ、MC とかでやりたい、ね。ギリギリです。うん？ラップとか。え、なあ。え、いやいや。なんで？なんで？一番やらすよ。そんな。一番やらすて。やりたい。ほんま？何でもやっちゃう。好きだわ。何でもしよう、俺も。何でもする。可能に。何でもします。男女読みします。料理食べさせる。13位、コンペイトさん、ありがとうございます。12位、ケイさん、ありがとうございます。11位フギさん、ありがとうございます。10位スリシプリさん、ありがとうございます。13位サラリのスミホさん、ありがとうございます。9位イゾウさん、ありがとうございます。8位シンチー、ありがとうございます。10位ズンちゃん、ありがとう。7位ナウキーヌさん、ありがとうございます。10位トモタンさん、ありがとう。6位ワタチさん、ありがとうございます。5位ユウダイ君、ありがとうございます。4位マコト君、ありがとうございます。6位ジュリアちゃん、ありがとうございます。4位原始のクロさん、ありがとうございます。そして1位は東石さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございますね。本当全然ちょっとコメント読めなかったんです。なんか見せたじゃんこれ。すごい。見てないよ。見せたよ。いなかったよ。ちょっと全然コメント読めなかったんですけど、ありがとうございます。皆さんごめん。また今日またもう一回配信するんで、今日もう一回やるんで、ぜひ見てきてください。やや楽しみにしててね。じゃあ次は昼会いましょう。ぜひお楽しみに。みんなぜひお話ししたい。さっきのマジで絶対行くほうがいいと思います。ありがとうございます。楽しみにしてます。会えることマジ楽しみにしといて。これは本当に期待させて。では終わりたいと思います。それではさよならバイバイです。どんな歌なの。バイチャモ気が狂いそう。スピチルでごめんね。バイバイ。ゆるいくん、ありがとう。おじゃる丸です。
バイバイ。バイバイ。バイビー。